ハードンから大塚、アシュリーに入れた、キングがついている、アシュリーパスに変えました、杉本打ち切りました、レイアップ。前田、杉本、左のウィングから杉本ペイです。そして走っています、デレク・パードン、ボートンダンク、エンドワンです。大迫力、デレク・パードン、このショット合わせました。リバウンドは熊谷です。42秒、1秒、40秒、前田遼、エンドワンです。加藤が狙っていた、そしてそのボールを加藤が取っている、加藤のけぞりながら決めました、加藤です。杉本、右のウィンから杉本落ちて、リュウチュアンシンのオフェンスリバウンド、エンドワンです。リングに2回当たったんですが落ちました。長いパスが通ってデイビス、そしてハードンだ、ワンハンダンク。杉本オーバーヘッドパスでリュウチュアンシン、ここもミスマッチということになるでしょうか。こちらは杉本トップから、でデイビスのリバウンドです。アシュリーだ、アシュリーです。前田レオ、テイクインです。木田高明、木田のショット、ブットバック、デレック・パードンです。土屋大輝、ワンパスがキングに通った、ワンハンダンク。大塚優斗、パードンだ、開いた、左手一本、ワンハンダンクです。狙っているアイバナカス、スティール、キング、キングが行く、一人旅。熊谷、前田、右のウィンから3本目、前田レオです。加藤、熊谷がついている、加藤が切り込んでいく、エンドワンです。キングがついている、そして奪った、その加藤武人です。加藤のスティール、イージーレイアップ。熊谷がアタックしていく、熊谷苦しい体勢になった。デイビス、2回目のチャンス、アレックス・デイビスです。落ちました。2024年アルティール千葉初勝利ということになりました。